全てにおいて適当だが、趣味のキャンプにだけは真摯に向き合っていた俺。ある夏の終わりに避暑地のキャンプ場にソロキャンプに行ったんだ。そこで同じ会社の50代の独身熟女上司に偶然会ってしまった。しかしストレス解消にならなくてもう最悪。しかも上司はキャンプ場ではドジでのろまな亀だった。俺にとって雰囲気はあまり良くない。この出会いが後の二人の人生を大きく変えるきっかけになろうとはこの時はまだ気づいていなかったのだった。俺は入社6年目の中堅平社員だ。仕事は一通りこなせるようになってはいるが、残念ながらチームを牽引するようなリーダーシップはない。大きな失敗もなく今まで来たが、成果を貪欲に追い求めるタイプでもない。仕事においての向上心がない人間なので、現状維持で満足していた。俺はチャレンジ精神のかけらもない男だったのだ。プライベートは大いに充実していて、キャンプ歴が4年間で言うと15泊以上はしている中級キャンパーといったところだ。最近はソロキャンプであえて孤独を楽しんでいる。まあ会社でも日常でも親しい友人は少なくて、やっぱり孤独なんだけどね。前回のボーナスでは新しいソロ用の焚き火台を買った。機能はもちろん見た目もスタイリッシュだったからどうしても欲しくなり、結構な値段のものを買ってしまったんだ。使う機会のない4人用のキャンプ道具とソロキャンプ道具一式を持っている俺だが、倉庫や保管サービスは使わず、都内のワンルーム賃貸マンションに工夫しながらキャンプ道具と暮らしている。それはそれで幸せなんだ。つまりは仕事よりも趣味を充実させる男だった。ある夏の終わりのこと、俺はいつものようにソロキャンプに行った。林間サイトのあるキャンプ場で、暑い日でも日陰なら過ごしやすく、ノークーラーで過ごせる場所だ。ゆらゆらと揺らめく木漏れ日が身も心も癒してくれる。俺お気に入りの場所だった。キャンプ場に着いてすぐ受付をし、荷物を運んでテントを設営して、ギアを使いやすいようにディスプレイした。その日は夏休みも終わりということで、キャンプ場は比較的空いていた。俺は家では料理は全くせず、コンビニ弁当やカップ麺で済ませることが多いのだが、キャンプでは料理をやりたくなるという変わった性格だった。着いた直後の昼食は即席ラーメンにしたが、林の中で森林浴をして癒された後は夕方から一人で料理を楽しむ予定にしていた。塊のチーズを削ってリゾットを作ろうと考えていた俺は準備万端だった。そんな時、自分のテントから少し離れた場所でテントの設営に悪戦苦闘している女性を見つけた。その女性はどう見てもソロキャンプなのに非自立式の一人で使うには大きすぎるテントを持ってきていた。気になってしばらく見ていると、ペグの先をテントと逆方向に刺している。あれでは少しの風でもあっという間に抜けてしまう。あの女性はきっとど素人に違いない。夏場だから暗くなるのが遅いが、この辺は木が茂っているからあっという間に薄暗くなってしまう。もし雨でも降り出したら最悪だ。早くテントを設営した方がいいと判断した俺は、四苦八苦している女性に、テントを張るのを手伝いましょうかと声をかけたんだ。ピンク色の T シャツを着ていたからてっきり若い女性だと思っていたが、振り向いた女性はおばさんだった。しかも驚くほど最悪な展開で、そのおばさんは俺が勤務している会社の50代の熟女上司だったんだ。俺は腰が抜けるほど驚いた。こんな場所で知ってる人に会うなんて、しかもよりにもよって顔見知りの上司だぜ。でも手伝うと言ったからにはやっぱりやめときますとは言えない。
そんなこと言えるわけないじゃないか。案の定、俺くんじゃないの。ここで会うなんて驚きだわ。ちょうどよかったわよ。テントがうまく張れなくてね。このまま撤収して帰ろうかと思ってたところよ。手伝ってもらえる？と言ってきた。わかりました。疲れたでしょうから、ちょっと休んでてください。すぐできますから。俺は15分ほどで上司のテントの設営を終えた。ありがとう、ホレ君。いいえ、上司さんもキャンプをされるんですね。全然知りませんでした。私のグダグダな設営を見てたでしょ？デイキャンプをちょっとかじった程度なのよ。こうやってテントを張るソロキャンプは今日が初めてでね。そうでしたか。テントを買うときに非自立式の方が軽いって聞いたのよね。私一人で車に積んだり下ろしたりすることを考えて軽い方を選んだわけ。しかもテントの中で着替えることも考えてつい大きいのを買っちゃった。慣れるまではテントを張るのって難しいんですよね。俺も最初は設営だけで3時間かかりましたから。そういうもんなのね。どうなることかと思ったわ。テントは撤収にも時間がかかりますからね。こうする前に一度試し張りする方が良かったかもしれませんね。なるほど。俺くん今日はいつもと違ってかっこいいじゃないの。こんな感じでテキパキ仕事もしてくれたら助かるんだけど。すみません。キャンプ場でまで俺は上司に謝ることになった。まあいつものことなんだがな。しかし今日の上司は意外すぎた。日頃見たことがない不器用な上司の姿に俺はかなり驚いていた。テント一つ張れないであたふたしている上司、失礼だが面白いおばさんだなと思ったのだった。しばらくしてから上司が言ってきた。テントを張ってもらったお礼も兼ねてなんだけど、よかったら一緒に夕食を食べない？え？俺はつまらない仕事や日々のストレス解消のためにキャンプに来ているんだぜ。なのにこんな場所で偶然上司と会ってしまった。50代の熟女上司となぜ一緒にキャンプをしなきゃいけないんだ。俺は自分の運の悪さを恨んだ。しかし気が弱い俺は断る理由をとっさに見つけることができず。いいですね、せっかくだから一緒に食べましょう、と言ってしまった。上司はバターチキンカレーを作った。キャンプではド定番と言われているカレーだ。ありふれたメニューだが、上司の作ったカレーにはトマトが入っていて少し酸っぱくてとても美味しかった。お店で食べる味のカレーだった。俺はうまいですを連発してしまった。するとちょっと自慢げに上司がこう言った。デイキャンプでも料理には凝ってたのよ。なるほどな。手際がいいし調理道具も高級なものだった。そして俺はチーズたっぷりのリゾットとサラダを作った。俺の腕が最高なのか、それとも高級なチーズをケチらずドバッと使ったのが良かったのか、かなり美味しいものが出来上がった。上司も目をまん丸にして、美味しいじゃないの、と言っていた。レシピを教えてと言われたからざっと説明した。料理はこだわり始めると本当に奥深い。実はキャンプで料理を極めるのが俺の目標の一つでもあるんだ。何の因果か、こんなところで上司と一緒に飯を食う羽目になった俺は、話題の一つとしてなぜキャンプを始めたのかを聞いてみた。このちょっとした質問で俺は上司の悩みを知ることになったんだ。上司は社内では切れ者で、社員たちからも一目置かれる存在だ。50過ぎで独身女性同様の追い風を受けて管理職である課長に昇格したばかりだった。上司の同期やさらに上の役職である次長や部長世代ではまだ女性の管理職をよく思わない人も多く、何かにつけて足を引っ張ろうとしてくるらしい。会社の中では奮闘し男性と対等な立場になろうと努力しているけど、毎日すごく疲れるんだという。何か新しいことをしようとすると
社内のどこかに抵抗する人が現れると言っていた。この熟女上司はもともと法務部の専門職としてキャリアを積んでいた人だった。管理職に就くことで現場を離れることにも不安を感じたと言っていたな。男性が部下に苦言を呈しても叱られたで終わることが多いのに、女性の彼女が部下を叱るとなぜか八つ当たりされたと言われるのだという。当たり前のことを注意しただけで更年期なんじゃないかとも言われてしまう。気にしないようにしていてもそういう噂を聞くのはしんどいと言っていた。こんな風な上司の悩みを平社員の俺はなかなか聞くことがない。勝手に鉄のハートを持つ女性だと思っていた上司から初めて弱気な発言を聞いたんだ。そうだったんですねと俺が神妙な顔をしたもんだから、上司も今の話はオフレコにしてね、こんなこと話すべきじゃないのに、今日は仕事モードじゃなくなってるからつい愚痴っちゃったと言って笑った。そんな日々のストレス解消法として去年からソロでデイキャンプを始めたらしい。自然に触れることで心が浄化されるとか言っていた。社内ではキャンプの話などしないから、お互いに同じ趣味を持っているとは知らなかった。まあ仕事以外の話をすることすらなかったのだから知らなくて当たり前なわけだがな。暇ができたらデイキャンプに行って、疲れれば翌日は家でゴロゴロ、こうして沼にはまっていったと言っていた。もともと何かを始めたら極めたい性格の上司はデイキャンプだけでは飽き足らず、ちゃんとテントの中で泊まるキャンプにも手を出したくなったんだろうな。こうして初めてのお泊まりキャンプに選んだ場所がなぜか俺と同じキャンプ場だったというわけだ。それぞれが作った料理を堪能して満腹になった俺たちは、暗くなってからは焚き火を楽しんだ。ゆらゆら揺れる炎を見ながらのんびりとビールを飲んだんだ。少し酔っ払ってきた上司は、ここでは上司と部下じゃないから敬語で喋らないでねと言ってきた。しかしそれは無理な提案だ。酔っ払っていても俺にとって彼女は上司。今ここでタメ口を喋ったことで後々仕事に悪い影響があったりしたら俺はきっと後悔してしまう。だから語尾のですよねをだねに変えるなどしてごまかしていた。心地よい風も手伝ってかなり酒が進んでしまった。すると上司は、もっと友達みたいに喋ってよ、私寂しいのよ。この年になると学生時代の友達もそれぞれに家族とか守るべきものがあってさ、物理的にも精神的にも距離ができちゃった。そんな中で私は独身で一人ぼっち、何を守ったらいいのだろうって時々思うのよね。俺くん、今日だけは私の親友になってくれないと言ってきた。上司は完全に酔っ払ってしまっていた。その時の俺には上司はただの気弱なおばさんに見えた。会社では自分を守る鎧のようにスーツを着て、本当は全然強くなんかないのに頑張ってるんだよな、そんな目で彼女を見ていたと思う。だから俺は頑張って友達のように接し、上司の寂しい気持ちを受け止めて、うんうんと話を聞いたんだ。眠そうな様子を見せた頃、あとは俺が片付けとくからテントで寝なよと言って彼女をテントに入らせた。やれやれな日だったぜ。まさかの上司との遭遇で俺はどっと疲れてしまったが、なぜかさほど悪い気はしなかった。上司の意外な一面を知って人間らしさに触れた気がした。焚き火などの後片付けをした後、俺は自分のテントに入って眠りについた。しばらくして俺が熟睡していると、俺のテントの前で上司が必死に何か叫んでいる声が聞こえた。俺くん入れて、妖怪みたいな声がするの。そんな震える声が聞こえた。
俺は慌てて起きてテントの外に出たんだ。上司が俺の腕に抱きついてきた。そしてシッと指で静かにしろという合図をする。夜の静けさの中で奇妙な叫び声のようなものが聞こえてきた。赤ん坊が泣き叫んでいるような、気の触れた女性がキャーッと叫んでいるような、俺が聞いてもドキドキするような声だった。確かに背筋が凍るような恐ろしい声だけど、山の中で聞こえるこういった女性の叫び声のようなものは鹿などの動物の鳴き声である場合がほとんどだ。全く同じ声ではないが、似たような声を俺も聞いたことがあった。多分動物の声ですよ。この辺は民家もないし、人といえばキャンパーだけですし、事件性はないと思いますよ、と言った。しかし上司は自分のテントに帰るのは嫌だと俺の腕を離さない。仕方なく上司のテントからシュラフを持ってきて俺のテントの中で寝るように言った。俺は、起きてますから安心して寝てください。ありがとう、本当にごめん。そう言うと安心したのか、すぐにスースーと寝息を立てて眠った。まったく世話の焼ける人だな。そう思って俺は上司の寝顔を見た。その寝顔は子供のようだった。確かに50歳なりのシワなんだが、俺にはなんだか可愛く見えたんだ。結局その後何事もなく夜が明けた。ぐっすりと寝て気持ちよく起きた上司は我に返って、とても申し訳なさそうな顔をして俺に謝ってきた。それもなんだか可愛かった。ほんとごめんなさいね、恥ずかしい姿を2日続けて見せちゃって。これから一緒に仕事ができるかしら。どうか今回のことは忘れてちょうだい。これからは他人に迷惑をかけないようにデイキャンプだけにします、と非常に恐縮していた。そんな上司を見て、いいえ、俺にとってはとても楽しいキャンプでしたよ、と言った。それは嘘ではなく本心だった。今まで見てきた上司とは全く違う一面を知って、上司も一人の女性なんだよなと改めて思ったんだ。辛ければ愚痴も言うし、怖かったら怯える、そしてできないこともいっぱいあるんだ、と。そんな当たり前のことを改めて理解した。一つのいい経験だったんだ。そして一緒に朝ごはんを食べて、俺が上司のテントも撤収して、上司の車に荷物を積んであげて、今回のドタバタキャンプはお開きとなった。キャンプ場のオーナーに聞くと、あの断末魔のような叫び声はカモシカの鳴き声なのだそうだ。他にも近くに住む動物、フクロウ、虫などの声に多くのキャンパーが驚くらしい。こんなことがあった翌日、俺と上司は当然ながら会社で顔を合わせた。いつも通りテキパキと仕事をしているが、俺を見るとちょっと恥ずかしそうな顔をする。少しいじめたくなった俺は、通りすがりにわざと、昨日はいろいろお世話になりました、と言ってみた。いえ、それは私の方で。なんだか他人行儀な言葉で喋る上司が面白かった。そして彼女の方から俺を昼飯に誘ってきた。何年か一緒に仕事をしているが、初めてのことだった。昼飯を食べながら、キャンプでは本当にごめんなさいね、仕事がやりにくいかもしれないけど、私も普通に戻るよう努力するからお願いね、と言ってきた。俺は、はい、分かってます、とだけ言った。分かっているとは言ったものの、実は昨日から上司のことが気になって仕方がない。こんなに年が離れた女性に愛くるしいとかキュートという言葉を使うのはおかしいかもしれないが、俺の目に映る上司は非常に可愛らしくてキュートだった。だからこの日以降、昼飯に誘ったり晩飯を誘ったり、上司が一人の隙をついて俺はアプローチした。好かれるために仕事も頑張った。そんな俺を見て
彼女の方も俺を意識していたような気がする。3ヶ月くらい経った頃には俺の上司に対する気持ちが固まった。今まで気に求めていなかったが、こうして彼女を目で追ってみると、立ち居振る舞いが美しいし、部下のことをよく見ている。彼女からの指示はいつも適切で、ブレることがない。だからとても分かりやすい。人柄だけではいい上司にはなれないと思うが、彼女には慈愛の心があると思う。今まで俺が彼女を見ていなかっただけで、彼女は俺を含めみんなのことを見てくれていたんだよな。俺は相談があると言って彼女を飲みに誘った。その席で思い切って上司をキャンプに誘ったんだ。とても驚いていたが、OK してくれた。そのキャンプで俺は結婚を前提に交際してほしいと告白したんだ。意外なことに俺の告白に彼女はあまり驚いていなかった。そして包み込むような優しい声で、俺くんありがとう。なんとなく俺くんの気持ちには気づいていたわ。実は私も俺くんのことを意識しちゃってるのよね。でも結婚は無理よ、と断られた。上司さんも俺のことを好きなんですか？本当に結婚が無理なら付き合うのはいいってことですよね。と一蹴されて終わりだと思っていた俺は、頭の中が混乱していた。母親みたいな年齢の私でいいの？と彼女が俺に言った。上司さんじゃないと、俺は上司さん以外考えられないんです。お互いに好意を持っていたことが今回のキャンプで明らかになった。こうして俺たちの交際が始まった。キャンプデートをしたり、映画やショッピングもした。何をしても彼女と一緒だと楽しい。彼女もそう言ってくれる。仕事以外はなぜか全てにおいて間抜けで、世間知らずなところもとても可愛い。一緒にいて癒される存在なんだ。しかし買い物に行くと、若いお母さんでいいですね、などと親子に間違えられることが結構ある。その度に彼女の顔が曇ってしまう。仕事の時はとても強気なのに、俺との関係ではなぜか弱気になってしまうことが多いんだよな。20歳以上年上だという事実は、こうも女性を弱気にさせるのかと俺の方が悩んでしまった。だから俺はあえて彼女を俺の数少ない友達に合わせて大切な彼女だと紹介したんだ。友達には先に根回しして、決して驚かないでくれと頼んでおいたんだがな。きっと彼女は俺のそんな小細工に気づいていたと思うが、何度か会ううち俺との関係に少しずつ自信を持ってくれるようになった。そしてついに俺たちは一緒に暮らしだした。彼女のマンションに俺が転がり込む形だった。俺は事実婚として社内で公表したかったのだが、俺の将来を気にして彼女が反対している。俺は君以外の人を愛することは一生ないのだと常に言ってるが、彼女の方が俺の人生を考えて入籍と社内での公表をどうしても OK してくれない。なので転居したことだけを会社に報告した。俺の両親には早々に彼女を紹介している。最初はとても驚いていたが、俺の幸せいっぱいの顔を見て、これほどまでに好きな人に出会えたことを素直に喜んでくれた。俺も彼女も席にはこだわっていないから、今の状態でも十分に幸せだ。この幸せは彼女が腰の曲がったおばあちゃんになっても絶対に続くんだ。俺がこんなに情熱的に人を愛せる人間だったなんて、自分でも驚くくらい彼女のことを愛している。彼女も同じ気持ちだと言ってくれる。俺たちの幸せは永遠だ。最後まで聞いてくれてありがとう。みんなも大切な思い出があればぜひたくさん聞かせてほしい。